シャンプー代だけで250円だった。ザケア、ザケア、はい、ビール買うわけじゃないのに7000万だよ。確かに。はい、どうもカズです。今日は山木くん2階の美容室を紹介しましょうかね。はい、はい、掃除しました。バッチリ。バッチリ。じゃあ2階美容室を案内しましょう。でもね、あんまりカズさんここ来ないじゃないですか。ちょっとドキドキしますよね、こっち側。あ、まあまあまあ、そうですね。やばいやばい。 あんま細かいとこは見ないように。今日は見ないように、はい。これ結構気に入ってるんですよ。ああ、このロゴね。これ毎日拭いてます。拭いてます、はい、触っちゃった。あ、はい、綺麗ですね。はい、ピカピカですよ。こっちから見えるように、ね、はい、してますからね。そうですね、はい。ここは2階が美容室ですね。はい、3階がオフィス。で、4階がちょっと会議室になってますね。うん、5階はちょっとプライベートルームっていう秘密の部屋があります。開かずの間です。開かずの間ですね。はい、じゃあ、はい、美容室案内しましょうか。お願いします。はい、通路美容室じゃないのね。はい、めっちゃかっこいいですよね、ここの通路。ここだけ見ると確かにすごい。これ広角で今撮ってますけど、はい、いや、めっちゃ長いです。長く見える。めっちゃ長いです。こんな広い美容室なのかって感じ。まあ、通路になってて、はい、個室が5席、はい、あります。ルーム A、 A、 はい、A 入りましょうか。はい、じゃじゃーん。広めの個室になってますね。もともと僕一人で開業してるから、うん、まあ、貸し切りだったわけですよね。貸し切りがお客さんに好評だったから、うん、まあ、2号店も個室、うん、ずっと個室でこだわってやってきたけど、はい、ここまでの個室じゃなかったんですよ。その仕切りがあるレベル で、 はい、はい、うん、でシャンプー台は別だし、うん、っていうので、まあ、この店に関しては個室にめっちゃこだわって作ったっていう部分ですよね。全席シャンプー台、はい、これ1階のメンズサロン、まあ、1階のメンズサロンと一緒で、はい、これで50万スイング式の、はい、これが5席あるね。そうっすよね。シャンプー代だけで250万でも最初はやっぱこうチャレンジだって言ってね、こう、あ、まあ、そうっすね、はい、やりましたけどね。今本当にうまくいってよかったと思います。そうっすね、うん、正直まあ儲かってたんで調子乗っちゃったっすねでこのビル自社ビルではないっていうか、うん、借りてるビルなんで、うんうん、家賃払ってるビルですけど、はい、全体の改装で7000万かかってますから、かけすぎなんですよ。そう、儲かってたからできたけど普通はちょっとできないですね。ちょっとかけすぎたかなっていう後悔は、うん、ここだけの話、ここだけの話、はいはい、でも働いてる側はねやっぱりめちゃくちゃ働きやすいですからね。美容師としてはもういいよね、はい、うん、お客さんに集中できるし、はい、もちろんお客様もこう個室じゃないと来れないわとかって言われますけど、はい、多分スタッフ側も結構そうだと思うんですよね。そうだね、うん、この個室を、うん、まあ、自分の部屋みたいな感じで使ってもらってるんで、はい、スタイリストのアレンジが入ってますね、はいはいはい、椅子は1階の椅子よりはちょっと安いですね。 40-50万、 40-50万ぐらいしかないね。ちょっと小ぶりな美容室版の、うんうん、一応1階のやつは美容室用みたいな。1階はやっぱメンズ美容室用なんで、うん、ちょっと大型でどっしりしてて、うんうん、エクサスっぽいっていうかね。いやいやいやこれもまあ自動ですよね、はい、ボタン1つで倒れるタイプですね、うん、テレビもちょっと置いといて、はい、うん、これもまあ初期からこだわりで、うん、お客さんと会話しなくてもいいように、はい、お客さんもリラックスできる自分の部屋みたいな感じで過ごせるように、うん、確かに、まあ、置いてる、うん、感じですね、うん、そんな感じで、はい、まあ、結構広々ですね、うん、ここで寝ようと思えば寝れる、はい、僕思ったんですけど、はい、この個室って、はい、このスペースあるじゃないですか、はいはい、これ結構狭いとこ多くて、はい、サイドにこう回ってカットするときとか、はい、結構狭いかったりするんですけど、これ十分ですもん、はい、ここはまあ、うん、そこもこだわった、はいはい、前も全然いけちゃいますからね、はい、スペース的に、はい、前髪カット、ここも照明が暗くなる、はい、こういう感じですか。窓がないから暗めに、はい、そうですね、なりますね。これはもう寝ちゃうんでリラックスできますよね。結構寝息いびきが聞こえる美容室、ヘッドスパがメインなんで、うん、一番やっぱ寝てもらう時間が結構あるんで、ね、はい、照明もこだわってそうですねやってます、はい、このシャンプー台は実は僕らも座ってできちゃうっていう。ではこれは、まあ、腰も使えない絵になりますね。これなんかどっかで見た光景ですね。はい、おー、椅子いいですね。こういう椅子になってます。はい、まあ、あと全部一緒です。そうですね。ちょっと回ります。ちょっと行きましょうか。はい、ちなみにこれ、ね、うちのオリジナルシャンプーですね。ザケア。ザケア。香りは別でつけられる。はい、無香性のシャンプートリートメントですね。一押しですね。はい、これも艶髪を特化したシャンプーですね。まあ、あとはエステシモとメインで使ってます。うん、あとはリリーさんが作ってる
フラワーズ19,500円、ね、はい、はい、個室が、はい、これも一緒の、はい、個室、一緒の個室、ちょっと椅子色違うんですよね、交互にやってますね、うん、これから調合とかして、うん、洗い場はちょっと別にあるんでね、はい、階段の踊り場にありますよね、うん、洗濯室と一緒ですね、そうですね、はい、ここ調合はもうババってやっちゃって、うん、カラーするとはい、うち結構カラー剤は少なめですね、あんまりこうごちゃごちゃしないようにっていう感じで、これも宝さんのオーダーで作ったから、あ、そう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 、オーダーですからね、オーダーなんで高いですね、高いと思います、奥の、はい、あ、ビップルームいきますか、はい、一つだけちょっとビップルーム、うん、広っこれはでもやばいですよね、ここだけ、まあ、窓があるんで、はい、窓がある部屋だけちょっとせっかくだからちょっとビップルームっぽくしようかってことであえて変えてますね、うんうん、普段ここ僕がそうですね、はい、仕事してる、ここは店長部屋になっちゃいましたね、そうなっちゃいましたね、はい、どうですか、いやこれもうだって一つの店ですからね、店として成り立っちゃいますよね、神犬パセオ奥の部屋っていう名前つけようかなって思ってます、まあそうですねこのまあ椅子回して、はい、こうやってこうですね、通りますね。通りますね。はい、自動でね。自動で。これだけ倒して、はい、夢スイングを移動し忘れて、はい、焦るときはないです。あ、やばいです。お客さんの首がってなる。そうか、これ、はい、首支えるとこですね。そうです。はい、いや、広い。ここだけね、ドアありますけど。うん。まあでも空調。あ、そうですね。上は開いてるんですね。上は全部開いてる。はい。どうですか、横はもう無理ですよ、横並びの、あ、横並びの、いや、きついです、ガラスが入ってます、これを体験しちゃうとお客さんもやっぱそうですか、もちろん要望ありますか、要望ですか、これを作るならこういうのがいい、あ、なるほど、なんか、ね、新しくこの椅子、はい、シャンプー台出るやつとか、そうすると結構また個室増やせたりとか、もしこう改装するタイミングでいけるんだったら、もう一席とか追加できそうかなって思う、多分来年出るって言ってたけど、岡田さんのね、シャンプー椅子台で、はい、うん、この椅子の中にシャンプー台入ってるんですね、体験してきましたもんね、でボタンを押すとこう出てくる、そう、あれはすごい、こう下から出てくる、はいはいはい、あれはあれはすごいです、はい、スペースが少なくてすごいです、はい、これがだってないから、そうです、隠れてるから、うん、今後個室とか、はい、結構作りやすくなるんだろうなって思いましたね、これありきだとやっぱそれなりの広さが必要、うん、そうですね、なんですけど、チャンプで格納式の椅子だったら、うんうん、まあ、もっと狭くても、うんうん、これは回さなきゃいけないですね、こうこういう感じで、だからこの回すスペースとかも無駄だったりするんで、はいはい、個室もしやすくなる時代来るんだろうなと思いました、そうですね、あと結構この部屋で言うと、はい、ソファ欲しくて、僕のお客様とかもやっぱお話にする来る方とか言うんで、はいはい、そしたらここで座りながら喋ったりとか、お茶飲んだりとか、ソファーを置いても、はい、十分ですね、はい。ここでソファー置いたら、ここで撮影もできます。白い背景だし。置いていいよ、別に。あ、本当ですか。今度買ってきて。適当に買っていいよ。ありがとうございます。それぐらい広い空間ってことっすよ。ソファー置いても大丈夫です、ね、うん。全然余裕です。ソファー置いたら本当に店って感じで、はい。もうテーブルとソファー置いて、お客さんとお茶飲みながら、こうカラー放置中とか。そうですね、もういいかなって思いましたね、まあ、お会計は、まあ、個室会計してますから、はい、個室会計ですね、ここで終わっちゃいますね、うん、終わっちゃいます、まあ、お手洗い以外はもうほんと、あ、そうですね、全部済ます、あとありますか、空調ですか、その辺結構気にされる方とかもいるかなと思うんですけど、うん、意外とここはちゃんと空いてればいけるかなって僕は思ってます、ね、一応この広さで業務用2台ですか、はい、十分ですね、埋め込み式のエアコン2台、うん、はい、坪数で言うと30坪ぐらいあるんですけど、あ、そうですね、十分ですね、ここ上さえ空いてれば多分問題ない、そうですね、ちゃんと空調を通るようにしてますから、うんうん、あとちょっとここもエアコン、あ、そうですね、ここちょっと完全個室だと空調めんどくさいですね、そうですよね、ここ閉めちゃうとだって各部屋つけないといけなくなるとか、そうそうそう、うん、個室なんだけど圧迫感はないようにしたいっていうのもあって、うん、あえて天井を開けたっていう、はい、はい、確かに、ね、人いないっていう空間になるとちょっと微妙ですよ、そうなんですよね、うん、はい、もしかしてね、セクハラする人そうかもしれないですよね、男性女性で、ね、そうです、個室になっちゃうのはちょっと危険なんで、うん、お客さんが不安になっちゃう、その意味でも、まあ、ここは開けっぱなしにしてますから、ね、はい、その意味でも、ね、一応防犯カメラの各部屋、防犯カメラついてますし、その辺ちょっと参考になればいいですね、はい、会社用じゃなくて、はい、基本的にはお客さんが、うん、安心するようにっていう、うん、そうですね、何かあった時に、そうです、はい、
何もないですけどね、うん、こんな広々とした空間で仕事できると思ってなかったんで、僕は。ああ、そうか、そうか、はい。美容師人生結構変わりましたね、僕は。変わりましたか？うん。自分では絶対最初、例えば独立して1店舗目で、はい、こんなに金かけられないですからね。いや、僕もかけられないですから。まあ今だから。まあ何店舗もやってきての形なんで、はい、利益もあったんで、やれましたけど。いきなりはちょっとやんないかな。ビル買うわけじゃないのに7000万だよ。確かに。出てってくれってね、言われたら出てけなきゃいけないですもんね。そうそうそう。その保証もしないって言われましたから。あ、そうですよね。言ってましたよ。すぐ壊すかもしれないよ、みたいな。ね、言ってましたよ、ね。言ってましたよ。ちょっと恐怖でしたけど。でもまあ、大家さんともだいぶいい関係で。まあそうですね。はい、何年目ですか？ 7 年目ですわ。7年目で。8月で丸7年。僕もオープン当初、ここ工事してる時から見に来てるんで、めっちゃ愛着っすもんね。工事してる人にコーヒー買ってって、やってましたもんね。ああ、そうでしたね。最後ちょっと笑い話なんですけど、はい、オープン当初、スタッフ2人だったじゃないですか。めっちゃ掃除大変だったんですよ。広いからね。そう、だからあの、はい、大きいお店を考えてらっしゃる方、かなりその辺が大事になってくるんで、参考までに。1回もだったからね。そう、最初受付が1回で。そうでしたね、はい、で会計も1回にしてて、で1回工事してオウム店ができて、はい、ようやくこっちに全部上がってきてって感じだったんで、はいはい、当時は1回も2回もやってた。そうす、やってるのを2人でやってた、はい、2人でやってましたね。使ってる個室はね、うん、少なかったですね。そうです、今はね、全席スタッフも埋まっちゃいましたけど、全席埋まっちゃったんで、うん、そう、だからすごい賑やかですよ。ああ、全員いたらもうそうっすね。感動しちゃって、最近さ、全部す席が埋まったので、って、はい、全員が来ちゃったらね、やっとここまで来たかっていう感じ。最初は1人、2人そうそうでしたからね、はい、暇だったしね、最初。そうです、はい、2人休みかぶったらもう、はい、店休むかみたいな感じでしたね、はい、最低の価格は1万円で設定してるから、うん、集客がやっぱ最初ね、大変だったのは、大変でしたね。で、それから考えたら、うん、そうですね、そう、それを経験できたのはもうでかいですけどね、はい、ビュース経営とか、はい、そのお客さん呼ぶって大変なんだなって改めて思いましたけど、ね、まだね、敏腕経営者のカズさんがバックについてましたからね、まあ、あれよあれよと10万円のコースメニューをバンバン打って、はい、まあまあそうですね、はい、月給料100万を超えて、そうですね、大変しましたね、はい、100万超えで、そうですね、素晴らしいです、はい、それを達成できた、そうですね、店は、まあ、こんな感じになってます、はい、お金かけたよって。そうですね。よろしいですか。はい、そうですね。じゃあ、ありがとうございます。はい、この上もね、ちょっとあるんで、次の動画でちょっとお見せしましょう。おー、いいっすね。せっかくなんで、ね、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ、僕の公式 LINE では美容室経営のヒントを動画で配信してますんで、よかったら概要欄から LINE 登録をお願いします。それでは。